おはようございます、小梅です。今日はちょっと久々に雨ですね。今回ですね、コメント欄でいただいたあきらさんの何本も、ペンを持ちだと思うんですけども、どういう形で保管していますでしょうか。コメントいただいてありがとうございます。いつもちょっと保管っていうんでしょうか、入れている場所をですね、ケースをちょっと紹介したいと思います。初めてですよね、この保管している場所って、この保管場所、ケースをですね、探す前は、結構前に紹介した、自分でデザインした、プロダクトのペンケース、こういうクルクルマイクのペン、あれにずっと収納していました。で、それ以上本数が増えてきましたので、何かないかなというで、このケースをちょっと見つけてですね、仮で使ってみようという形で、使ってみて、それがちょっとずっと引き継いでる感じですね。ちょっと紹介してみましょうか。では、ケースはこちらですね。これはですね、ある方、から今春タオルをいただきまして、でそれに入っていた、この切り箱ですね。こちらは非常に美しくて、このスクエアな形、そして、この厚みですね、心地よいなとですね、これをしまうのはもったいないと思っていました。で何かに使えないかなと思っていろいろ考えたんですけども、もちろん、靴をメンテナンスするこういうワックス入れとか刷毛入れとかにもちょうどいいですし、またレコードをメンテナンスする、メンテナンスグッズを入れる形でもいいですし、また何か用紙をですね、こういう中に、ストックしておくっていうのもいいですよね。この切り箱っていうのはもともと着物を入れる箱として、切りタンスとか有名ですよね。あれは湿気をきちんと密閉するというので、桐という素材、伸縮率が高く、なかったりしますので、重宝されてました。なので、用紙とかですね、余った用紙、例えば、包装紙、こういう和紙の包装紙もですね、何かこうもったいないので、例えば正方形にカットしてこの中にしまうのもいいですよね。そうすると、湿気も防げて、もちろん乾燥剤を入れてストックすると長持ちします。でいろいろちょっと考えた末、たまたまペンが多くなってきて、この中にちょっと入れてみようかなと。といってもこの切り箱の中に普通にペンを入れてしまうとガチャガチャになったり暴れたりしますので、何かないかなと思って、染め物とか手ぬぐいとかいろいろちょっと探していたんですね、その当時は。そして、一つ美しいなと、このペン入れとは別に、美しいなという記事があったの で、その時はこの記事を買おうか買わないかっていう迷ってた瞬間にふと気づいたのが、これをこの切り箱に入れて、ペンを、きれいに並べるといいんじゃないかなと。私の持ってるペンはですね、非常にシンプルな形状なので、何か、一つ、こういうケースに収めた時に、ペンが生き生きするような形
違うと合うんではないかなと思って購入しました。ちょっと中を開けてみましょうか。本当にこの霧のですね、精密な密閉感がいいですよね。そして中を開けますと、こういう感じですね。今言った生地がこちらです。ちょっとどういう染め物か忘れましたが、この色合い、そしてデザインですね、パターンが非常に惹かれたんですね、その年は。なので、何か使えないかなと思った時にこちらのペン入れにテキスかなと買いました。もちろん、手ぬぐいですので結構広げると大きいです。で、今折り曲げてこのようにセットしています。まあこういう形ですね。もうぎっしりと入っているんですが、やはりこういう大切なペンというのはできるだけ守られたいという形になるかなと思います。美しくないですか、これ。めちゃくちゃ気に入ってるんですよね。そして切り箱のこの無口な整然とした正方形からですね、開けた瞬間これがわびさびですよね。こうしてもお気に入りのペンを見ているだけで幸せを感じますね。綺麗な発色です。そして、こう折り曲げてますので、開くのはこちらからしか開くことができません。そしてずらっと並んだペン、この基準はですね、この端から、万年筆が 1,2,3,4 本来て、そしてモンブランのルクラですね、ボールペンが、ボールペンシリーズが来て、多機能ペン、そして、国用のファイン、そして、新ホルダーですね、新ホルダーが来て、シャーペンが来て、ちょっと新ホルダー、これはちょっと違いますね、ここですね、芯ホルダーが来て、鉛筆のホルダーが来て、またちょっとこれは独特な形状で端っこに入れています、という、まあ万年筆から芯ホルダーまでプラスこちらにインクを入れる際の注射器を入れています。まあ、ちょうど、まあこれは布団のような形で寝てる雰囲気なんですけども、一本一本ゆっくりと見てみましょうか。まずはこちら、まあ、おなじみの最近ペンのカポカポ感がなくなった万年筆ですね。非常に気に入っています。カポカポ感がなくなったのでさらに快適に。そして安価な万年筆がもう一つ、こちらグリーフィル、非常に美しいフォルムで、ちょうど先ほどのペリカンに似た形状、そしてこちらが、モンブランに似た形状ですね、太軸なので非常に気に入っています。そしてこのキャップの音も大好きなんですね。もちろんキャップもホールドします。いい音ですね。そしてこちらですね、ファーバーカステルエモーション、独特なフォルムですけども、長く長くしていますね。このキャップがいつもはまらないんですが、こ
この前はハマりましたね。あ、今日は無理です。湿度の関係でしょうかね。ハマる時とハマらない時があります。そして最後の万年筆はこちら、ラミー2000。本当に美しいプロジェクトですね。こちらはずっと代々が入っていますので、このキャップの感触も気持ちがいいんですよね。そしてル・グランですね。美しい。またちょっとコンパウンド、まだできてないんですけども、コンパウンドですね、このツヤを取り戻したいなと思っています。やはりこのヌメット感大好きなので、またひょっとして、リフィルをですね、芯を太くして M に購入してみたいなと思っています。そしてアラベスクですね。いや美しいですね。見事な装飾です。ペンを見るために仕事がしたくなる一本ですね。美しい。万年筆シリーズは、以前は、バーバリーの万年筆金ペンを持っていましたが、ちょっと私の手に合わないので、ちょっと売りに出してしまいましたね。今はありません。しかし、バーバリーも非常に気に入っていて、キャップ部分がシルバーだったので、ああいうコントラストのある軸をもう一度探しています。そしてこちらペンテですね。多機能ペン、ランスロット。これも長く長く愛用しています。なのでこちらの片押しのところが若干潰れかかっています。雨音を聞きながら一本一本めでるっていうのも大事ですね。そしてこちら一番この中では新入りでしょうか、国屋さんですね。こちらのペンもラーミン2000のような艶消しでですね、スケッチするには非常に大切な一本となりがちです。そしてこれが一番新しいですね、新入りですね、ロッドリング800コンマ7ですね。こちら、もう一度レビューして芯をですね、B とか 2B にちょっと試してみたい一本ですね。今のままでも非常に心地いいんですけども、もう一押し心地よくするために B か 2B試し書きしてみたいです。そして皆さんが大好きなカベコスペシャルですね。いや美しいですよね、この無口なデザインが。お見事です。ノックオンも聞いてみましょうか。このカベコスペシャルは結構皆さん動画のコメントでですね、購入しましたと、買ってよかった一本になりましたと
コメントいただいております。そしてちょっとこの辺重なってますね。ダミーの巣からなかなか潔い時代ですよね。まあ、このペンは本当に現場で何回も行くのでこのようにへこんでいますが、これはこれで愛着となっています。美しいですよね。そしてポルシェデザイン、豪華なペンの中で一番最初に手にした一本ですね。ポルシェのこのラインが非常に美しいですよね。こちらも一度ですね現場へ持っていて落としてしまって、ここの芯の穴が塞がったんですけど、自分で直しました。ちょっとその時のキスが学校に残ってますね。痛々しいです。そしてラミースクリブル、このスクリブル、他の人の動画を見るとですね、スクリブルの意味は落書きという意味だそうですね。まあ、確かに落書き手軽に書けるということで名前も素晴らしいですね。これはスクリブラーシャーペンの方です。そしてもう一本はスクリブラーの新ホルダーですね。で新ホルダーに来たので、このコーヒーノール、これも新ホルダー、太いです。これはこれで書くのも非常に楽しいですよ。もう一つコーヒーノールのこの新ホルダー、同じタイプで、木炭を持っています。それはちょっとこの木炭の粉がですねこぼれ落ちるのでここには入れていません。でこれもスケッチ、絵を描くときには愛用しているステッドラですね。ブラックエディション、まあ、こうしてセットする様も心地よいですよね。実に素晴らしいです。またこのペンを持って風景ので、最後が、まあ、独特なイタリアの漢方デザインですね。どうですかこのデザイン。いや刺激を受けますねこのペンは。いつ見ても素晴らしいです。以上ですね。そして上に、マネージにインクを入れる注射器を入れます。これ何本あるかな。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17本ですね今の。で、もちろんこれ以外にもまだあります。この中から、まあ、例えば打ち合わせに行くときには、お気に入りのレザーペンケースに差し込んで打ち合わせに出かけたりしますね。そして、それ以外にこういう安価なシャーペンですね、こういうものは、まあ、このケースには入れずに、ペン立てに入れています。
前にも紹介したとは思うんですけども、カール・ジュニクさんのペン立てにこれは入ってますね。カッターとかで一緒に入ってます。このケースいかがでしょうか。非常にこのコントラスト、布とですね、切り箱が私は大好きで、時折今、コーヒーをいただきながら、まあ、今日はちょっと雨音を聞きながらこのペンの音、奏でる音をですね聞くのも心地よい動画になったかなと思います。皆さん保管方法はどうされていますでしょうか。結構均一性が高い、さすが切り箱ですね。今回はコメント欄にいただいた、愛用しているペンをどのように保管していますか。このたまたまですけども、このタオル、このハルさんのタオルですね、いただいた時に、この切り箱は非常に美しくて、プロポーションとサイズ感がですね、で、まあ、捨てるにはもったいない、またしまうのももったいないと思ってですね、何か使えないかなということで、ちょうどペンを入れるのに適してるんじゃないかと思いました。もちろん切り箱ですので、湿度も保たれて、そして、乾燥剤も入れればよりいいかなと思いますけども、このサワール、サマーと、そして切り箱の音、非常に心地よかったですよね。またこういう箱、紙をですね、ちょっとストックするのもいいかもしれません。便箋とか切れ端の紙とか、そしてそこからケースから出して書を楽しむ、これもいいですよね。そういう時には和室の空間で窓辺の光を感じながら書くという時間をちょっとやってみたいなという一つですね。なかなか和室の空間はないんですけども、まあ、ちょっと憧れでもあります。皆さんこのペンを一本一本大切なペン揃えてみて、そして保管する場所ぜひやってみたらどうでしょうか。いや、雨音の時は非常に霧の箱あります。もしこの動画が良かったなという方はチャンネル登録もお願いします。ではまた次回。